はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴沢良次でございます。秀坊様、小泉様、はっちゃん様、ポノリン様、レザーレブル様、育夫様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。来年国会にですね、1月の国会にですね、放送法改正案提出だそうであります。概要。NHK 余剰繰越金を受信料値下げの原資に義務付け。で、お金が余ったら継続的に値下げするようにっていうような義務付けがなされる。テレビがあっても契約しない世帯に罰金、割増請求ですね、これね。などなどだそうであります。ネットの反応、そういうことじゃない。なんで嘘報道に金出さなきゃいけないんだ。50円値下げしました。で、ごまかす気だろ。そんなことしたら、余剰しないよう使い切るだけ。必要なのはスクランブル化。スクランブル化こそ、公平負担。テレビ捨てればいいだけ。値下げしなくていいから消えてくれ。皆さんですね、値下げじゃないと。そういうところじゃない。というツッコミ入っておりましたけれども、法案まとめたの、総務省だそうで。総務省だって。これは国民のための改正じゃなくて、美味しい天下り先の NHK を守るため、NHK を延命させるため、悪あがきしとんだな。悪巧みしてんだな。すぐわかりますけど、余剰金発生で値下げ義務ってなったら、余んないように、大量にある子会社に、せっせと、家計請求、水増し発注でも何でもしてですね、資金を移す。つまり、本体に金残さない。子会社に分けちゃう。っていうのをするに、決まってるしね。子会社、関連会社こんなにあんだから。でですね、本体赤字にしてですね、むしろ値上げしなくちゃ。とか言い出しかねませんよね。未契約世帯罰金の詳細や運用はですね、内部情報で全然進んでない。どうしていいかわかんねえじゃねえの。とのことだったですけど、いよいよ法律化されるみたいであります。決まったんですかね？詳細とか煮詰めたんですかね？どういう世帯にはこういう風にして、割増額はどのぐらいで、みたいな。受信料値下げが前提とすればね、NHK は契約数を取ろうとしてですね、集金人のケツはたいて、今まで以上にあぐどい真似するんじゃないか。その時武器になるのが、罰金取られますよ、っていう言葉じゃないか、なんて心配しております。現実的にはですね、B キャスカードによる、邪魔表示を消すため、NHK に電話して、住所氏名言っちゃった人以外はですね、NHK がテレビの存在を証明する手段はありません。NHK が家の中、入りたい。ダメだ、そんなの。言えますし、もっと言うなら、集金人と話さなくちゃなんない義務なんか、全然ないですからね。買えないようだったら110番でいいんですから。なので、電話してない人は、動じる必要ないんですけど、まあ、高齢者さんとかは騙されるんだろうなーって心配しております。総務省と NHK が悪がいする背景にですね、有識者会議での絶望的な死刑宣告がありました。総務省開催の有識者会議で出た結論なんですけれども、放送サービス、今後のあり方、年齢層と放送サービス、60代、70代以上は、死ぬまでテレビを見続ける。断言しちゃってますね。これ役所の PDF ファイルでちゃんと公文書になってるんですけど、こんな言い切っちゃっていいんだろうか。30代、40代はテレビを見ない。持たない彼らから現行的な意味での NHK 受信料を取ることはいずれ無理となる。現行的な意味でっていうのは今のままの法律ではっていう意味です。民放のビジネスモデル維持の困難性。地上波衛星通信回線を用いて全国首都圏サービスとしてキー局を含め10社以上が番組を提供する体制にするのが望ましい。10社以上、今5社ですかね。NHK の将来、若者は見ない。現行の受信料体制は無理。公共放送の維持は必要。方策、NHK を2分割。スリム化した公共放送メニュー、公共放送ニュース、天気予報、児童番組などを義務的受信料で維持。現行より大幅に減額。ドラマなど他のコンテンツ放送事業追加料金。選択的受信料、晩飯広告。これドラマとか娯楽系のやつはスクランブルですね。これね、まさしくネットの反応数。60代、70代以上、死ぬまでテレビを見続ける。で、大爆笑。私も笑っちゃいました。まあ見続けんだろうな。一斉停波とかにでもならない限り、まあ見続けんだろうな。初めて知識のある有識者会議を見た。公共放送の維持は必要。いらねえよ、バカ。こんなこと会議しなくちゃわかんないのか。ネット聴取への布石化。集金人がうざいのでテレビ捨てた。維持できないならやめちまえよ。だから、スクランブルにしろって言ってんだよ。まあこういうような意見がありましたけど、この有識者会議に関してですね、そういえば国会でですね、小野田議員が、スクランブルって言ってんのに、一切触れてないですね。もう触りたくないんだから。民放に関して、10社以上が番組を提供する体制。現在5しかないキー局では、存続無理って判断ですね、これね。お墨付きが出ました。中でもフジテレビはかろうじて黒字になってます。来年収支は赤字転落じゃないかと、私はワクワクして、フジテレビの収支決算待ってんですけど、早く滅びろ。反日組織め。地獄絵図なんて飾りやがって。おめえらが地獄絵図だ。いう感じでですね、NHK について。若者は見ない。現行の受信料体制は無理。公共放送の維持は必要なんて断言しちゃってますけど、いやいやもう全然いらねえから。全くいらんから。公共放送。それにですね、広く世界を見渡しても似たようなテレビ局がある国、英国と韓国ぐらいしかありませんかね。日本と。ないから。アメリカなんか全然ないし。しかも自称だし。自称公共放送ですからね。払わなくても利用できる恣意的な公共放料金なんかありえないしね。他の公共料金と違いすぎるでしょ。電気料、ガス料、水道料。払わなければ止められるんだから、ところが NHK は止めないと。押し売りを続けると。違いすぎんで、自称公共放送ですね。総務省主催の会議だけあって、鋭くついててもですね、所詮は前提が大間違い。NHK は存続しなければいけない。そんな前提、大間違いだから、消滅でいいし。つうか、テレビが消滅しそうなんだから、諦めろって総務省の欲部が私利私欲どもはね、自分の天下り先、NHK って言ってね、行く年来る年にまで韓国ネタぶっ込むぐらいだから、治療不可能、擁護不良ですよ。潰すしかない。抗がん剤治療を私終わる3月以降に、NHK スクランブル要求デモやります。スクランブルイコール NHK 破壊になります。売り上げ半分以下になる。と、推測、予測が立ってますからね。ですけど、そこは隠して、スクランブル放送なら公平ですとかですね、ただみを許すなとかですね、そういう綺麗事言ってデモやりたいと思います。国会でですね、小野田さんにスクランブル言われてんのに、それ一切触れないもんね。有識者会議も、放送法改正案も。やっぱそこが一番痛いんでしょうね。そういえばですね、小野田さん、日米派風じゃないですか。高市さんの次ぐらいに、総理になったらね、アメリカとの関係、すごく良くなんない。あと日本は、この通り人種差別の全くない国ですよ。世界にえばれるしね。前回デモのお題なんですけど、ネット聴取許さないは、当分大丈夫そうです。なんでかというと、日本人だけからの徴収は不公平で憲法違反、あとネットは放送じゃなくて通信という解釈が広まってきたんで、さすがの NHK と総務省のコンビもやりづらい。ふるってデモにご参加くださいませ。3月ですから、あと、あれか。2ヶ月ちょっとですか。ですね。ですね。反日外国人。まあ、スパイ。どうも。反日日本人。反日組織。フジテレビだの。NHK だの。立憲民主党だの。共産党だの。一木一草残さずに帝国から排除するっていうのが日本改革党の裏公約っていうか、まあデトックスですよね。というわけで、チャンネル登録よかったらよろしくお願いします。デトックスインペリアル。